マルチタップはコンピュータゲームを複数人で遊ぶ際に人数分のゲームコントローラーを接続するために使用する周辺機器の総称である。最初のコントローラハブである PC エンジンのマルチタップの商品名が一般名詞化したものである。1987年に日本電機ホームエレクトロニクスが発売した PC エンジンでは コントローラー接続用端子が標準では1個で NECHE の純正で最大5個のコントローラーが接続可能なマルチタップを使用することで最大5人まで遊べるようになる。これによりハドソンからは5人同時プレイ対応のアクション RPG ダンジョンエクスプローラーが発売されたほかナムコのプロテニスワールドコートではファミコンの ファミリーテニスでは実現しなかった4人同時プレイによるダブルス対戦が可能になっている。また、NECHE からは1992年に無線方式で最大5人同時プレイが可能なコードレスマルチタップも発売されている。1983年に任天堂から発売されたファミリーコンピュータの場合、コントローラーは 本体固定式のものが標準で2個接続されているが一部のソフトではこれ以外に本体の前面にある拡張端子に別売のコントローラを接続することで3人以上で同時にゲームをプレイすることが可能になるただし初期のゲームでは別売のコントローラはプレイヤー1のコントローラの代用品として使われることが通例であり3人以上の同時プレイへの 対応は1986年発売の燃えろツインビーシナモン博士を救えが初となる。HAL 研究所が1985年に発売したジョイスティック、ジョイボールは連射機能の搭載で人気を博したが、このジョイボールを二人同時に使用するための別売り周辺機器、ジョイペアがマルチタップとしては最古の部類に入るものとして知られている。 1990年発売のダウンタウン熱血更新曲の場合、このジョイペアのプレイヤー1、プレイヤー2に接続したコントローラがそれぞれプレイヤー3、プレイヤー4に割り当てられる構造であった。その後、1996年にニンテンドーが発売したニンテンドー64では本体に標準仕様で最大4個までのコントローラ。 接続端子が用意されるなど初めから多人数での同時プレイを前提にしたハードウェア設計が主流になっていく。また、2000年代後半に発売された Xbox 360、PlayStation 3、Wii 以降はいずれも本体とコントローラがワイヤレス接続となっており、特定のゲーム機専用のマルチタップに相当する周辺機器は発売されていない。 Xbox 360や PS3 のコントローラで優先接続を行う場合、接続端子部分は通常の USB ポートのため市販の USB ハブをマルチタップとして使用する。以下は市販されたマルチタップの一覧である。原則としてメーカー純正品及びライセンス商品のみを記載する。マルチタップに準ずる周辺機器いずれも製造元はホリラが、 販売は、任天堂が言った。セガタップマルチターミナル6株式会社、QB9 編、プレイステーションクソゲー番付マイウェイ出版発行、2018年。ISBN 9兆7848億6511万 8346P56。ありがとうございます。